優れた構図と光の使い方で、教会内部を描いた作品で知られているが、同じテーマを描いたピーテル・ヤンス・サーアン・レダムは、正確さを強調したが、デウっテは雰囲気をより重要視した。デウっテは現在北ホラント州にあるアルケマールで生まれ、教師であった実の父親から幾何学を学んだ。1636年に、地元の画家のギルドのメンバーとなる。 ロッテルダムで過ごした後、デルフトでも学ぶ。ウィッテが、教会の内部1651年には、アムステルダムに落ち着くが、1655年には妻に、先立たれる。その後23歳の女性と再婚するが、その妻は17歳になっていたデウィッテの娘に悪い、影響を与えたようで、1659年には、妻と娘の二人が4回も、 近所へ盗みに入った罪で尋問を受けている。最初は、娘の方がフェンスを越えて、盗みに入り、最後には壁に穴を開けて侵入した。その時、妻の方は妊娠していたが6年の間アムステルダムを追われることとなり、結局1663年にアムステルダム郊外で亡くなった。妻と子供が窃盗で逮捕されたため、ウィッテは、 アムステルダムの交渉人及びある美術賞を相手に、すべての作品を部屋代とまかない代、年間800ギルダーで引き渡すという不利な契約を結ぶことになってしまう。ウィッテは、この契約を守らなかったため、美術賞から訴えられ、さらなる契約を結ばされてしまう。何人かのパトロンがウィッテを支援したものの、うまくいかなかったようで、ウィッテは顧客に対して、また教会内で、 彼の制作過程を見ている人々に対して、大声を出すなどの行動を取るようになる。また、記録によるとウィッテには、ギャンブル癖があったり、画家のヘラルト・でライレスへとも確執があったようである。アルノルト・ホーブラー県によると、1692年の、冬、家賃のことで言い,い争いになった後、ウィッテはある橋で首を吊って、死のうとした。しかし、縄が切れてしまったため、 川に落ちて溺れ死んだと見られる。その夜、運河が凍ってしまったため、暖かくなった11週間後になるまでウィッテの遺体は発見されなかった。当初ウィッテは神話画や宗教画、肖像画を描いた。1651年にデルフトからアムステルダムに移って、以来、教会の内部を描いた作品を専門的に描くようになっていった。 時々、いくつかの違った境界のいろいろな面を組み合わせて、理想的な内部を描くこともあった。ありがとうございます。